入学生一同起立礼着席新入生の皆さんご入学おめでとうございます今ここにいる皆さんは大学受験を乗り越え 晴れて大学生という新しいスタートラインに立ったことに胸を躍らせていることでしょうちょうど2年前皆さんと同じ立場にいた自分を懐かしく思いますいよいよ大学生活が始まろうとしている今日を皆さんはどのような心境で迎えましたか新しい友達との出会いにワクワクしている人 将来の目標に向かって頑張ろうと意気込んでいる人その一方で新しい環境に不安や寂しさを抱いている人などそれぞれにさまざまな思いを抱いているかと思います本日私が新入生の皆さんにお話しするのは大学生活において大切にしてほしい2つのことについてです まず1つ目の大切にしてほしいことは時間を有効活用しさまざまなことに挑戦することです皆さんはこれからの大学生活をどのように想像していますか私が大学生になってそれまでの生活と一番変化したと感じるのは自分に与えられる自由の幅です 皆さんが想像する大学生活にも自由はあると思いますが大学生になると身の回りで起こることのすべてを自分で選択できる自由を与えられます授業やサークルアルバイト生活習慣など何もかも自分で決めることができるのですちょうど2年前皆さんと同じ新入生だった頃の私も その自由な可能性にワクワクしていました実際大学,大学生の生活スタイルは人それぞれで自分の好きなことに時間を費やすことができますしかしその分大学生活はあっという間に過ぎ去ってしまうものです大学生に与えられる自由な時間には何かしっかりとした目標を持っていないと 気がついた時にはものすごく時間が経ってしまっているというマイナスの側面がありますまた自由を与えられるということはその全てを自分で決めなければならないという責任や覚悟が必要となりますそんな責任や覚悟と向き合うことはめんどくさく逃げたくなる時もありますが皆さんにはそれらと向き合い 今しかない自由な時間を夢や目標を見つけることに使ってほしいと思いますもちろんまだ何も目標を持てていないという人も大勢いるでしょう大学生活では何か新たな目標と出会うチャンスも多くありますサークル活動やボランティア活動海外留学など目標を見つけるために さまざまなことに興味を持ち挑戦し大学生として生活できるこれからの時間を有効活用してほしいと思いますもう一つの大切にしてほしいことは人との出会いです私は大学に入るまであまり夢や目標を持てずにいましたしかし大学で出会った友達の影響を受けて それまでは苦手で全く興味のなかった英語の勉強に取り組み海外留学や就職も英語を利用した職業に就きたいと考えるようになりそれまでとは全く違う自分に出会うことができました大学では出身地の違う友達やいろいろな経験を積んだ先輩自分とは全く違った価値観を持っている人など 本当に様々な人とと出会うことができます先ほど話した時間を有効活用しさまざまなことに挑戦している人ほどあらゆる方面に交友関係を持ちその人たちから良い影響を受け充実した大学生活を送っています新しい人との出会いは新しい自分を見つけることにつながります こんなにもたくさんの人と出会うことができるチャンスを持っているのは大学生活のうちだけなのではないかと思いますこれから香川大学で出会う人たちはかけがえのない存在となり皆さんが困難な壁にぶつかった時力になってくれるでしょうたくさんの人との出会いを大切にし楽しみながら密度の濃い大学生活を送ってほしいと思います 最後になりますが皆さんの大学生活が充実した素晴らしい日々となりますようお祈りとお祈りして歓迎の言葉といたします平成29年4月3日学生代表工学部3年網野優香入学生一同起桐麗 着席学生検証先生入学生一同規律 礼い着席皆さんご入学おめでとうございます私は経済学部2年の中桐理恵です香川大学では平成25年7月に香川大学学生憲章を制定しましたこの学生憲章は学生の行動指針 模範となり大学生活を送るうえでの目標となるように学生自身の手で作成されたものですそしてこの学生検証が刻まれたプレートはオリーブスクエアの壁に掲げてもらっていますまたこの学生検証を小さなカードにして皆さん全員にお渡ししますぜひ携帯して 日頃の学生生活の目標としてくださいこの後のガイダンスで配布される資料の中にも入っていますので確認してください今日は私たち大学生を代表して経済学部2年の大久保さんが学生検証の先生を行います大久保さんよろしくお願いします 学生検証、先生。私たちは穏やかで風光明媚な瀬戸の島々を眺めつつ、しなやかで強健な心身を養い、その先に広がる交流や未来に思いを馳せます。日本一コンパクトな香川から、日本一腰の強いうどんが生まれたように、私たちは時代を見据え、感性を研ぎ澄まし、地域へ、世界へと羽ばたいていきます。かけがえのない時間を、 豊かで実りあるものとするために香川大学生としてきらりと輝けるように私たちの志をうたった学生憲章をここに定めます1学問や研究の世界に触れ幅広い視野を持つ人になります2新しい知識や技術を習得し果敢に挑戦する人になります3つながりを大切にし 大きく豊かなな心を持つ人になります4夢を描きその実現に向けて努力する人になります5小さな変化も見逃さず大胆な発想で行動する人になります6市民として責任ある行動に努め社会に貢献する人になります7グローバル社会の中で地域とともに活躍する人になります 入学生一同、起立。礼